はい、速稼塾の久保でございます。今回も体のエイダのちょっと勉強会の第2回ということでね、リプさんに送っていただきました。この動画ね、今まで、体のとかね、暗号通貨の勉強がなかなかできなかったよとかね、ブロックチェーンのこといまいちわかんないんだけどな、いや全然わかんないんだけどなって方には本当にね、一から積み上げるためのとってもいい教材になってます。はっきり言ってね、このレベルを無料で公開してくださるってことは奇跡ですよ。本当にリプさんありがとうございます。ではね、私からもリピさんにお礼を込めてこの紹介動画を撮らせていただきましたが、動画概要欄にリピさんのこの今回のね、第2回体の勉強会自律分散システムとゲーム理論、これの前半の方をねお届けできると思いますので、 URL をクリックしてみてください。そして重ねて申し上げますけども、リピさんね、本当にいつもありがとうございます。リピさんのおかげで、このね、閉塞感漂う難しい時代の日本に一つのね、光が差してきたと思います。ブロックチェーン、そして暗号通貨、これはね、切っても切れないものにこれからの私たちの暮らしになっていくと思います。そして逆に言うとね、切っても切れる人っていうのはちょっと歩みが遅い人かもしれませんので、結構苦戦を強いられる時代に入ってくると思います。ぜひね、苦手かもしれないけども、私もね、50万円にして頑張ってますんで、ね、一緒に体のエイダの勉強を一から積み上げていって、いろんな難しい時代を乗り切っていきましょう。それではリプさんありがとうございました。私もしっかりと拝見させていただきます。それでは皆さんも一緒にどうぞ。